初代エーブベリー男爵ジョンラボック、22歳で共同経営者となった。1865年に父が死去すると順男爵位を相続した。1870年と1874年にメイドストーン選挙区から自由党の会議員に当選した。1880年に議席を失ったが、1872年以来、 彼が副学長を務めていたロンドン大学の支持者が当選した。彼は1871年の銀行休日法や1882年の古代モニュメント法を含む多数の法律の制定に関わった。1886年に自由党がアイルランド統治法のために紛糾すると分裂した自由統一党に参加した。ラボックは1879年の銀行家協会の 初代理事長となった。1881年には、イギリス学術協会の会長。1881年から1886年まで、ロンドンリンネ学会の会長を務めた。1883年に、銀行員個人員を設立した。1986年にそれは、銀行員と、元銀行員、及び彼らの家族のための事前団体、銀行員事前財団。 バンカース・ベネビラント・ファンドとなった。1884年に、後に選挙改革協会となる、比例代表制協会を設立した。1865年にラボックはおそらく19世紀に、最も影響力を持った、考古学のテキスト、前史時代、古代遺跡と、現代の未開人のマナーと習慣による描写を、執筆した。また、石器時代を大きく二つに、分け、 旧石器時代と新石器時代という用語を提案した。ラボックはいくつかの分野でアマチュアの生物学者であり、マクシメに関する本、あり、ミツバチとスズメバチ、社会的マクシメの習性の観察記録を書いている。また、昆虫の感覚器とその発達について、動物の知性について、他の自然史のいくつかの話題についても本を書いた。彼は、 トマス・ヘンリー・ハクスリーの X クラブの9人の会員の一人でもあった。ラボックはチャールズ・ダーウィンと幅広く交流した。ラボックの聖火はケント・シューダウンにあり、広大な敷地の隣にはダーウィンの住まいがあった。彼らはラボックが地するハーストにいた1861から1865年を除いて隣人同士だった。ラボックは幼い頃からダーウィンと親しく、 科学的思考や自然の探求の方法を学んだ。有名なサンドウォークを算出する土地をダーウィンに最初は貸し、後に売った。1882年にダーウィンが死去すると X クラブのメンバーはウェストミンスター寺院に埋葬するために奔走したが、ラボックは国会と経済界に働きかけた。ラボックはオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、エジンバラ大学、 ダブリン大学、ビュールツブルグ大学から名誉学位を授与された。1878年に大英博物館の理事に選ばれた。1888年から1892年までロンドン商工会議所の理事長。1889年から1890年までロンドン市議会の副議長。それから1892年まで議長を務めた。 1890年に彼は英国枢密院の委員に任命された。1891年に新興家デザイン委員会の委員長を務めた。1900年1月に初代エーブベリー男爵に除され貴族となった。ありがとうございます。